はい、こんにちは。いつもありがとうございます。パーソナリティのアクシスという会社の代表をやっている多田翼です。この配信のコンセプトは10分で磨けるビジネスセンスです。今回は仕事での提案方法についてです。タイトルをお客さんや上司に魅力的な提案をする方法としています。で、この内容からわかることは、提案で大事にしたいことがあって、それは具体的には何が新しいか、新しさは何かという観点です。で、新しさを分解していって、これを具体的な例でビジネスのマーケティングの例に解説をしていきますが、相手に魅力的な提案をする方法を一緒に考えていきましょう。で、今回の内容をぜひ見て聞いていただきたいなと思う方は、新しい企画とかアイデアを考える役割の方です。今回想定している悩みがあって、自分の企画をどうやって形にまとめるか、相手に魅力的な説明をするためにはどうすればいいかなと思っている方には参考になればと思います。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今回は企画提案についてです。仕事で新しい企画をしたり考えたり、商品アイデア、ソリューションを提案するときに大事だと思っているのは、これまでと比べて何が新しいのか、この問いに答えがあることなんです。で、何が新しいかという観点は、ご自身の企画内容を判断するときのチェックポイントになるなと思っているんです。では、この話を具体的なビジネスのシーンに当てはめて、もう少し見ていきましょう。で、ここで設定しているのは、B2B のビジネスを展開していて、マーケティングのデータの BI ツールを事業会社に提供している、こんな事業をやっているとします。で、このツールの主な想定ユーザーは、ブランドの売上に責任を持っているブランドマネージャーです。で、今あなたは新しい BI ツールの機能として、顧客セグメント、生活者セグメントを追加したいと考えているとします。で、この機能を提案するときに、ユーザーであるブランドマネージャーが知りたいことっていうのは、端的に何かというと、これは結局のところ何が新しいのか、要するに自分にとってどんな価値があるのかなんです。で、ユーザーである、ここで想定しているのはブランドマネージャーなんですけれども、この問い、何が新しいかに対して、提供者側である自分たちを主語にして語るのではなくて、相手ですね、ここで言っている相手はユーザーであるブランドマネージャーなんですが、提案相手を主語にして伝えるといいんです。で、新しくなった要素として、じゃあ例えば何の新しさがあるかというと、セグメント作成と理解を相手はこれまでよりも早くできる、手間がかからない良さ。で、これまで、またはこれまでできなかった生活者理解というのが具体的にこんな感じでできるようになりますという訴求をします。で、それによってどんなベネフィットがあるかというと、例えばブランドマネージャーが今後ブランドリニューアルを考えるときのコンセプト立案とか、もっとマーケティング活動の上位概念である、上流工程である市場機会の発見にこういう利用シーンで活かせるといったような活用シーンの描写までしていくといいんです。これによって説明された側というのは、確かにこういう課題があるって、そこにおける利用シーンでこれを使うといいこと、こんないいことがありそうだなというのを頭の中で、相手の文脈の中でイメージできるぐらい落とし込んでいくといいと思っていて、で、今3つ例を挙げたんですが、いずれも共通することがあるんですね。それは何かというと、話をしているその主語というのが全部ユーザー、相手であることなんです。相手が手間がかからないとか、相手が生活者理解をこういうふうにできます。あるいはブランドマネージャーの方がコンセプトを作るとき、市場機会の発見をする。これの主語はブランドマネージャーなんですけれども、ブランドマネージャーの利用シーンでこういうことができますといったような主語がすべて相手であることなんです。で、提案相手が持っている、今回で言うとブランドマネージャーを今想定していますが、相手が持っている課題感に対しての新しさ、具体的に何がベネフィットなのか、嬉しいことは何なのかというのを相手を主語にして伝えていくんです。で、今回のキーワードは新しさだなと今思っているんですが、新しさで大事なのは単に新しいものがあるとか、こんなものを作りました、できましたではないんですよね。企画が実現されることによって提案相手が得られる新しい価値、これを明確にしていくことが大事なんです。で、ここで言っている価値というのは、まずそもそもの相手の課題感が前提にあって、その課題に即した具体的な利用シーン、実現シーンにおいてユーザー、提案相手はどんな価値が得られるかなんです。で、これらのことをまずは解像度高く自分の言葉にしてみる、言語化をしてみるんです。で、そこで終わりではなくて、もう一つやるといいなと思っていて、それが相手の文脈に合わせて相手を主語にして訴求する内容を転換してみる、そうすることによって、結局のところこれって要するにどういうことなのという問いに対して
自分が主語ではなくて相手を主語にして答えることができる。これを企画提案、企画を作るときとか伝えるときにチェックポイントとして持っておくといいです。はい、そろそろクロージングです。今回は企画提案についてでした。最後に簡単に内容を振り返っておきます。今回問いかけとしてあったのは何が新しいかなんです。仕事で新しい企画や商品アイデア、ソリューションを提案するときに大事なのは、これまでと比べて何が新しいのかに答えがあることで、これは企画内容を判断するときのチェックポイントにするといいです。で、一つポイントをもう一つあるとすると、提案相手の文脈で価値を訴求することで、自分とか自分たちを主語にするのではなくて、相手ですね、提案相手を主語にして伝えていきます。で、この時に提案相手が持っている課題感に対しての新しさ、具体的な利用シーンで何がベネフィットなのか、平たく言うと何が嬉しいのかというのを掘り下げて言葉にするといいです。要するに単に新しいものがあるとか、こんな企画を作りましたではなくて、企画が実現されることによって提案相手が得られる価値を訴求する、価値を相手の文脈で表現する、これが大事だと考えます。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは10分で磨けるビジネスセンスです。これからも更新は続けていくので、よかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。